はい、皆さんこんにちは。 DJ のウクレレベース講座です。今回のウクレレベース講座はハワイアンの曲ですね、レイ・フォーヘの、これを弾き方解説してみたいと思います。はい、まずはですね、どんなアレンジかというところ、ベースの音を聞いていただきたいと思います。一応ですね、ギターもウクレレも歌もベースも入ったようなアレンジで出来上がってますので、ベースだけで弾いてると分かんないですからね。はい、聞いてください。どうぞ。はい、聴いていただきました、レイ・フォーヘのですね、基本的なリズムパターンはこれですね。
こういうのを基本的にしておりまして、ちょこちょこその同じようなメロディーと、コードが出てくるんですが、そこは全部、ちょっとずつこう変化を加えて作ってみました。それではイントロからいってみたいと思います。イントロはですね、休符が入っておりますので確実に止まってください。タンタタンタタンタタン、ここをここからここへ7へ飛ぶときに届かないので、ちょっとスライド気味にってやっていただくといいと思います。で次ですね、はい、ここでリッとされます。ずっとリッとしてメインの人がカウントを入れてですね、次入るタイミングを取っていただくといいかと思います。でこの後、休符がないです。音を切らないようにずっと伸ばし続けてください。ただ伸ばすんですが、2つの音が同時になるとベースの場合は何の音か分かんなくなりますので、1本ずつこういう風に、次の音が出たら前の音は切る、心がけてください。それではその後いきます。1、2、3、4、こうですね、はい、ベースの場合はこういう隣り合った弦ですね、今2弦の5フレット3弦の5フレットになってるんですが、で1本の指でやらないようにしてください。綺麗に音が切れないんですね。微妙にこう2つ同時になったりして気持ち悪いです。必ず隣り合った弦も違う指で押さえて確実に音が切れる状況を作ってください。こうですね、これダメですよ、こうです、こういう風に押さえてください。はい、それでは歌の方に行きたいと思います。1番1回目のこの A メロの部分は音を切りません。音を切らないですね。こういう風に、はい、はい、音切れてないですよ。はい、この後は繰り返しになるんですが、イントロの一番最初と同じように休符が入っております。ダーンタッタン、ここは切らない、ダーンタッタン、はい、はい、こういう感じになっております。ここはシンコペーションが入って、タン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 という感じになってます。で次が B メロの部分に入りますが、ここも休符を確実に入れるように弾いてくださいね。休符は確実に止める、はい、これ重要ですからね。タン、はい、こういう感じになっております。ここの部分、Bm7 と Fsharp7 が繰り返すわけなんですが、ここもちゃんと1弦2弦、これ Bm7 のところ4フレットは違う指でいってくださいね。で Fsharp7 の4フレットのところ2弦3弦ですね、これも違う指で必ず押さえるようにしていただくと音がきっちりと綺麗に切りやすくなりますのでやってください。はい、それではまた A メロに戻ります。A メロ
ロに戻ったら2回目にやったのと同じように給付が入るんですが、4拍目のところにも給付が入ります。はい、ちょっとあの数が増えますね。弾く数がいきますよ。このここの E7 のところなんですけども、7フレットをスライドダウンしながら4弦の開放を入れます。そこの小節いきますよ。 C のコードからこうですね。はい、これでドーンと低音をズドンと聞かして、開放弦弾いてる間に指を動かして次の A7 の5フレットのところに準備しておいてください。はい、ここもフレーズが入るんですけども、という感じのフレーズですね。弾いて9フ入れて7フレットで、7フレットから9フレットにスライド、7フレットに戻って3弦7フレットという感じですね。こういう感じで弾いてください。はい、粘りのあるような感じでスライドをきっちり決める。はい、引き続きいきましょう。はい、ここからまた B メロに行くんですが、さっきと同じで結構です。A メロに戻るんですが同じです。7から0、2番括弧に入りまして、こういうフレーズが入ります。これも指が重ならないように、人差し指、薬指、小指、薬指、小指という風に弾いていただくといいでしょう。はい、では最後のところ、エンディングのフレーズなんですけども、これも8分でっていうフレーズなんでね、中指、人差し指、小指、人差し指、薬指、小指、こうですね。でリッとして人差し指で終わると。はい、お送りいたしましたレイ・ホーヘの、はい、ウクレレベースですね。これ決まると結構かっこいいかと思います。3月の最終日曜日に湘南ウクレレクラブの発表会がありまして、そこでウクレレベースとアコースティックギターとウクレレ歌というふうな感じでアンサンブルをやろうと思ってます。2月のウクレレクラブの練習会の曲は全部このレイ・ホーヘのでいきます。ウクレレもそうですが、ギター、ベースもこのレイ・ホーヘのと、レイ・ホーヘの祭りでいきたいと思います。土内公園で行います。ウクレレソロの方は北の国から、遥かなる大地より、これをやりますので、レイ・ホーヘのとはちょっと違うんですが、はい、そういう感じで2020年の2月ウクレレクラブ一緒に楽しみましょう。ということで BJ のウクレレベース講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。